ジョン・ドリュー・バリモアはアメリカ・ロサンゼルス出身の俳優。デビュー当初はジョン・バリモア・ジュニアと名乗っていた。女優ドリュー・バリモアの父として知られる。父親はサイレント期から活躍した映画スターの一人であるジョン・バリモア。母親はその三番目の妻である女優のドロレス・コステロ。オスカー俳優であるライオネル・バリモアとエセル・バリモアをおじ、おばに持つなど家族や 親戚の多くが俳優という芸能一家に生まれた。名門、バリモアを名乗りながらも、プライベートに問題があり、その名前に見合うほどの実績を残せないまま亡くなったが、テレビでの活躍を認められ、ハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれている。1932年にロサンゼルスで生まれる。同母姉が一人、マタイボ姉に女優のダイアナ・バリモアがいる。 1934年に両親が離婚し、母の下で育てられる。1942年に父がアルコール中毒で落ちぶれた末に失意と貧困の中で死去する。父と会った記憶は一度きりだった。第二次世界大戦中は年齢を偽って海軍に入隊する。17歳の時、俳優の仕事をして欲しくなかった母に反発して映画会社と契約する。 しかし、早くから地道に演技を学ぶことを嫌がり、いきなり主演でのデビューを希望しておきながら、途中で逃げ出すなどの問題を起こす。さらに、泥酔しての乱行や妻への暴行などによる逮捕を繰り返す。1958年に芸名をジョン・ドリュー・バリモアに変え、新規一定を図る。その後、何本かの映画に主演する。また、テレビドラマにも出演するが、 問題行動が治ることはなく、結局、父親と同じように落ちぶれることとなる。2003年に不老者にまで落ちぶれていたところを、それまで、疎遠だった娘のドリューバルモアが引き取り、治療費などの面倒を見る。その後、2004年に癌で死去した。ありがとうございます。